皆さんこんにちは。12月2週目の週末いかがお過ごしでしょうか。本日は JICA 北海道の国際理解教育オンラインセミナーにご参加くださいましてありがとうございます。私は今日のセミナーの全体司会を務めさせていただきます吉村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、JICA 北海道はですね、白石区 の12号線沿いにあります建物です。向かいにラウンドワンさんがあります。今日はですね、その JICA 北海道札幌センターですね、そこからこの、セミナーを皆様にお届けしております。よろしくお願いします。はい、それではですね、改めまして、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、実はオンラインセミナー、先生方向けのオンラインセミナーは、全部で3回あるうちの2回目になります。1回目はですね、10月18日に行われましたね。テーマが、多文化共生だったんですね。はい、今回はですね2回目ということで、SDGs の入門編というふうになっています。SDGs って何っていうところからですね、分かりやすく、今日はいろんなお話を、いろんな講師の先生方が、してくださいますので、楽しみにしていてください。で、日曜日の午後ということでちょっとまったりする時間帯かなと思いますけれども、今日はですね全体的にゆっくりお話を聞いていただく、画面を見ていただくというような形になります。では今日の具体的なプログラムの流れをご紹介したいと思います。はい、ですね、今日は、大きく3本立てになっております。第1部につきましては、講演という形で SDGs の概要ですね、それを分かりやすくお話をしていただきます。はい、そして、2つ目につきましては、JICA 北海道のセンターの中にあります北海道地球広場の紹介というふうになります。はい、そして最後、今日の最後ですけれども、パネルトークということでですね、4名のパネリストの方をお迎えしまして、SDGs× 教育というね、そういうテーマでお話を展開していただきます。はい、どうぞゆっくりとリラックスしてご参加いただけたらなというふうに思います。はい、そしてですね、一つご連絡です。今日 YouTube 配信ということで、なんですけれども、今ご案内しました3つの3本立てですっていうふうにお話をしましたが、それぞれのプログラムの最後にですね、質問を受け付けるという質疑応答の場面があります。で、そこにつきましてはですね、YouTube でコメントを書いていただくっていうふうな形になるんですが、ですね、サインインしてもらいますとコメント欄を使用できるというふうな形になっておりますので、よろしくお願いいたします。それから、最後のアンケートだとかそういうものもですね、下の今日の画面の下の方をこうスクロールしていただくと、下の方にURL を貼り付けておりますので、後ほどご確認いただけたらと思います。はい、それでは、早速ですけれども、ではですね、第1部ということで、講演ですね、 SDGs 概要、それから2020年の世界の動向を知るということでですね、講師はRCE 北海道道央圏協議会事務局長の有坂美希さんです。はい、では有坂さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今ご紹介いただいた RCE 北海道道央圏協議会の有坂です。今日はどうぞよろしくお願いします。それでは
早速お話を始めさせていただきたいと思います。ですか、はい。テーマですが、本日は SDGs の基本的なことと SDGs に絡んで世界がどんな動きを見せているのかということを簡単にご紹介していきたいと思います。で、内容ですが大きく5つに分けました。人類の変遷ということで、この持続可能な開発というものが出てきた背景について少しご紹介をしていきたいと思います。で、問われ続けている持続可能な開発ということで、 SDGs が出てきて以降この持続可能な開発というものを知った方も多いんじゃないかなと思いますが、実はもう昔から言われていることなんですよということを少しご説明をさせていただいて、で SDGs とは何かということ、そして SDGs に関わる世界の動きについてお話をして、で具体的にその SDGs 達成に向けて何が必要なのかということをお話ししていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。でまずですね、人類の変遷ということで人口ですねがどういうふうに増えてきたかというところなんですが、ご覧いただいている表でグラフでわかるかと思うんですけど、ずっとですね長い間人口というのは増えてこなかったんですが、18世紀に入ってその産業革命が起きて以降ですね、化石燃料を使って手で物を作っていたものが全て機械化されることによって大量生産が効率的に行えるようになったということもあってですね、人口が一気に増えていきます。で現在では77億人ほど地球上に人口がいるというふうに言われていて、右肩上がりにずっと伸びてきているというのがわかるかと思います。でこの人口の増加と同じようにですね、世界の実質 GDP ですね、その GDP っていうのは経済の規模を表す指標ですが、これも右肩上がりに上がってきていると、増えてきているというふうになることがわかるかと思います。でさらにこの経済の規模が大きくなっていくのと同様にですね、 CO2 二酸化炭素の排出量というのも増加の一途をたどっているということですね。でもう一つ、この肥料の消費量ということで、人口が増えていく中で、食料も増やしていかないといけないということありますので、肥料をどんどん使うというところで食物生産をしてきたという背景があります。で世界の人口の規模、そして経済の規模、食料生産量、肥料の使用量っていうのが、ずっと上がってきているということなんですね。でもう一つ右肩上がりになっているものをご紹介したいと思いますが、種の絶滅の速度になります。で1900年代には1年間に絶滅する種というのが1種類でしたが、これが50年くらい前には1000種になり、現在は4万種だというふうに言われています。これ年間4万種というのはかなり急激にですね、この絶滅のスピードが早まっているというのがわかるかと思います。で地球の歴史上ですね、これまで5回の大量絶滅を経験したというふうに言われていますが、現在この年間に4万種絶滅している現状というのは第6回目の大量絶滅の、そういった時代に入ってしまった、そういう現象が起きているのではないかというふうにも言われています。でこの絶滅の速度というのは人間活動による環境破壊であるとか気候変動が原因だというふうに言われていて、でこのまま今の状態が続くと絶滅の速度というのはより速くなっていくというふうに言われています。でこちらの図をご覧いただきたいんですが、地球の限界を超えてしまっているものがあるということで、今ご説明した種の絶滅の速度であるとか、農業生産に使うそのリンや窒素の使用量が非常に増えてきている中で、物質循環のバランスが崩れてしまっていて、この確実にリスクが現れる領域に入っているというふうに言われています。でこの高リスクな状態というのはもう不可逆的なもの
もう後戻りすることができない、そういった状況になっているとも言われていて、これ非常にリスクが、高くなっている、なってしまっているという状態に入っていると。で、気候変動であるとか土地利用の変化というものも不確実なリスクの領域に入ってしまっているというふうに言われていて、私たちはこの地球上に住み続けるためには、この一番真ん中にある地球の有限な資源の中で暮らすということを考えていかないと、これ実行しないと破綻するということになります。で、今環境の話をメインにしてきましたけど、実はその経済の格差も広がっているというふうに言われていて、これ、毎年ですね、オックスファムという国際 NGO が出している世界の経済格差問題に関する報告書なんですけれども、その中からですね、一部抜粋をしてきました。で、世界の富について、世界で最も裕福な 1% の人の富というのが69億人の2倍以上の富を持つというふうに言われています。本当にたった 1% の人の富持っている、お金、資産っていうのが、その、いわゆる貧困層の人たち69億人の富を合わせて2倍してもまだそれ以上の富を持っているっていう、非常に、大きな格差があるというふうに、ここの報告書では言われています。そして、男性と女性というところで、最も裕福な男性22人は、アフリカのすべての女性の富よりも、多くの富を持つであるとか、女性の労働に関して、これ15歳以上の女性ですが、この無給労働というのが年間約1134億円にも上るというふうに言われていて、この経済の格差っていうのは、単純にその貧困層と、富裕層の格差ということだけではなくて、ジェンダーの問題であるとか、さまざまな、人種の問題であるとかが絡んで、格差が生まれているということです。で、世界にはその、飢えに苦しんでいる人、十分なその栄養が得られない人っていうのが、約8億人こういるというふうに言われていて、で、この数というのは世界の9人に1人に上るということなんですね。で、ただ一方で、この日本の食品ロス、食べられるのに、捨てられてしまっているものの量っていうのが年間612万トンに上るということなんですが、この600万トンという数字が、どういう数字かというと、世界の食料援助量の2倍になります。つまり日本で食べられるのに、捨ててしまっているものっていうのが、ちゃんとこう行き渡れば、飢えに苦しんだり、その栄養が不十分であるっていうことはない、そういったことに苦しむ人々がいないっていうにもかかわらず捨ててるっていう、その、ことを、私たちは自分たちの課題としてこう考えていく必要が、ありますよねということです。で、環境も地球の限界を超えて、開発されてしまっている、こういった現状があると。で、経済も、非常に大きな格差がある。そして社会には飢餓であるとか差別であるとか、さまざまな問題があるわけです。で、この中で、このままでは人類は持続不可能であるというふうに、考えられているわけです。で、持続可能な開発っていうのが、実はこの SDGs 登場をする前から、言われているんですよということをなんですが、1972年にですね、ローマクラブという組織がですね、成長の限界というレポートを出しました。で、この報告書には、資源、環境、土地などは物理的に制約があると。で、人口と経済の拡大を放置すれば、人類は危機的な状況に陥ると。できるだけ人口と経済のゼロ成長を実現しなければならないというふうに言いました。これが言われたのは48年前ですよね。で、この時から持続可能な開発ということがこう問われるようになってくるわけですが、1987年になると、
持続可能な開発っていうものはどういうものかという、まあ、定義がなされて、でそれが今、まあ、一番一般的な、持続可能な開発という時の、意味として、まあ、理解されているものですが、それは、世界の将来世代のニーズを損なうことなく今日の世代のニーズを満たすことというふうに定義をされています。ただしこのニーズという時にまず最初に考えなければならないのは世界の貧しい人々の人間として基本的に必要なことを最優先に満たすこと、そして過大な環境負荷を地球の収容力の限界内に収めること、この2つがあって今日の世代と将来の世代のニーズを満たすということを考えましょうということですね。でこのようなことが定義をされて、さらにですね92年になりますとリオの地球サミット国連環境開発会議が開催されます。でここので初めて持続可能な開発をテーマに世界で議論が始まったということなんですが、ここではパートナーシップの重要性が非常に言われて、国連メジャーグループというのが、決められます。メジャーグループというのは農業者であるとか、ビジネスセクターとか子ども若者先住民とか女性労働組合自治体 NGO 科学技術コミュニティという、9つのグループのことなんですが、持続可能な開発を進めるにあたってはこの人たちの意見を、しっかり聞かなきゃいけないということが決まっていくわけです。そして2000年になるとミレニアム開発目標というのが、国連で世界共通目標として採択をされます。これは開発途上国における極度の貧困と、飢餓の撲滅のために、立てられた8つの目標です。で2015年までにこれは達成しましょうということで決められたんですね。でこういった流れが実は持続可能な開発というのものにはあります。で、この方皆さんご存知かなと思います。見たことありますよね。ホセ・ムヒカさんという第40代ウルグアイ大統領です。でこのムヒカ大統領が2012年のに開催されたリオプラス20という持続可能な開発会議で、とても印象的なスピーチをされたので、ご紹介をしたいと思います。貧しい人とは少ししか物を持っていない人ではなく無限に欲がありいくらあっても満足しない人のことだと、改めて見直さなければならないのは私たちの生活スタイルですというふうに訴えられます。それまではもちろん国際条約とかで環境のことであるとか経済のことっていうことを、みんなで協力して持続可能な開発をしていきましょうということが言われていろんな条約が決まってきていますが、でも結局は私たち一人一人の生活スタイルを変えないと持続可能な開発というのは実現できませんよねということを問いかけたわけです。で、彼のスピーチがあったこのリオプラス20の場でですね、持続可能な開発のための世界共通目標を作りましょうということが決定されます。で、その目標の作り方についても、そこで決められたんですが、透明性であるとか公開性、そして議論の参加者が課題に対して当事者意識を持つ、参加者間の信頼を育んでその議論を進めていこうということを重視するということが、目標作りには欠かせないというふうにされて、約2年ですねかけてこの持続可能な開発のための世界共通目標がこう作られてくるわけです。そして、2015年の国連の会議で決まったのがこの SDGs ですね。そもそもこの SDGs というのは我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダという、行動計画の中に記載されている具体的な目標ということになります。持続可能な開発目標というふうに日本語では訳されますが、基本的な理念として誰一人取り残されないということです。持続可能な開発を実現するためには誰かが、その参加できないとか、対象にならないとかっていうことではなくて、もう全ての人全て の, その 生物も含めて、持続可能な開発を
実現していくということが基本的な理念になります。で、この2030アジェンダの前文には最も遅れているところに第一に手を伸ばすべく努力するというふうに書かれていて、持続可能なっていうふうに、言葉で聞くと 今あるものをこうずっと同じようにこう続けていくというイメージをもしかしたらされるかなと思うんですけど、でも課題を、解決をしないと、一番深刻なものから手をつけないとこの状況っていうのは、持続不可能になっていくということなんですよね。なので、SDGs をやっていこうというときは一番の課題は何だろう、そこから手をつけないとこれかい、あの問題、目標は達成できませんよっていうことを言っています。で、SDGs の構成は、17個目標、このカラフルなロゴ皆さん見たことあると思いますけど、この17の目標っていうのは、大きなビジョンのようなもので、2030年までに達成しようということではなく、理想像を掲げたそういったものになります。で、2030年までに具体的に私たちが達成しなきゃいけないと目指しているのはこの下の169のターゲットになります。で、この169のターゲットをどれだけ達成できているか、進捗状況であるとか、達成したのかしないのかというのを測る指標というのが230にその下にこうぶら下がっているというような、そういった構造になっています。で、これは日本がどれだけ今 SDGs 達成できているのかということを示した評価されたものですね。これ2020年のものなんですが、ご覧いただいて分かるように色が4色ついてますよね。で、緑は達成できているということ で黄色が課題がありますよと、まだで、オレンジは重大な課題があると、で、赤はかなり深刻な課題があるということで、全然進んでないって言っていいと思いますけど、そういうふうに評価をされています。で、日本が遅れているとされているのが、ジェンダー、気候変動対策と陸と海の生物多様性とパートナーシップになります。そして、この下の傾向矢印ですが、その前年に比べてその目標達成の具合ですね、進んでいるのか進んでないのか、停滞しているのか後退しているのかっていうことなんですけど、この10番、不平等をなくそうという目標に関して後退しているというふうに評価をされています。で、これを見ていただくと分かるように、そのジェンダー平等、気候変動、生物多様性、パートナーシップをやんなきゃいけないだけど、経済格差とかその不平等についてもこれ後退しているので、これやっていかないと、今は10番なのでオレンジですね、課題な、重要な課題があるというふうなのが、赤になりかねないということですね。で、もう一つこれ、2019年に出されたものなんですが、ちょっと分かりやすいのでちょっとご紹介したいんですけど、特にこの169のターゲットについて、どこが達成できていて、どれが遅れてるのかっていうことを表したものなんですけど、特にですね、日本は土壌に対する高い、環境負荷があるっていうことであるとか、このジェンダーの問題っていうのは本当に、深刻で、今年、ジェンダー平等指数というのが発表されて、それでもかなり、その中でですね、女性議員の比率が非常に低いっていうふうに、評価をされていて、191カ国中165位ということで、10% ぐらいしか国会議員がに女性がいないということで低くなっています。そして、高い自殺率で、特に10代というふうに書きましたが、このコロナの影響でまたこれ状況変わってきてますけど、さらに深刻になってきていますけど、日本では自殺率っていうのは、年々こう改善されている、そういった方向に、今までは来ていたわけですけど、唯一上がっていたのが10代の自殺者数です。で、皆さんもニュースでご覧になっているかなと思いますが、コロナの影響で
若い世代の人たちが、自殺が増えているということで、またこれ状況が、より悪化しているというふうに言えます。で、SDGs に関わる、今年の世界の動きということで、今も少しお話ししましたが、新型コロナウイルスの関係ですね。でこのウイルスっていうものが、どうやって出てきてどう広がっていくのかっていうところにも、実はその持続可能な開発というものが深く関連をしていて、この環境開発により、この未知の感染症などに人類が出会ってしまう確率が高くなっていくということですね。で、例えばエボラ出血熱であるとか、数年前にこう世界の、一部と言っていいと思いますけど、広がった MERS とか SARS っていったものも、これ同じ、感染症ですね。でこれは、野生生物を通して人から人へと感染、するもので、で、過剰な開発、環境の開発をやめて、自然を保護保全していくということがないと、またこれ新しいのに出会ってしまうと。でそのたんびにこの、今のような状況で、経済とか、動きとかをこう制限しなきゃいけなくなるっていうのは、今後容易にこう想像ができるところかなと。でこのグローバル化によって、このエピデミックって、その地域的な風土病などで、終わっていたものが、物や人が移動を非常に活発にする、している、現状なので、地域の風土病ではもう収まらなくなっているということですね。で、その風土病みたいな、その地域である、ある地域で、病気がこう発生して広がってしまうのをエピデミックというんですが、それをパンデミックになってしまうと。これは世界で、非常に大きく感染者を増やしてしまうということになってしまうと。でそうなると移動が制限をされて、物の流れももう停滞するということがありますよね。で経済活動をが、停滞するということになると。で例えばその物流が止まって、自律的な経済活動が困難になってしまうような国や地域もありますし、この経済が停滞することによって、経済が停滞するっていうこととか、医療現場が、逼迫するということで、より困る状況になってしまうのが、社会的に、弱い立場にある人たちだというふうに、言われているというか、現状そうなってしまっていますよね。で人間活動が停滞したことで、一方で CO2 の排出量が減少して、なんか大気汚染のが改善されたとか、水質の汚濁がちょっと良くなったとかっていうこともあったりすると、いかに人間活動がその環境に負荷をかけているかということも、よく分かったということが、今回のことで、見えてきたことかなと。でサステナブルな、持続可能な、社会の在り方とか、その価値観、これ転換していかなきゃいけないというようなことを多くの人が言うようになって、ニューノーマルというような言葉が、メディアでも取り上げられていると思いますけど、これどういう、経済、社会、環境の在り方がより持続可能なのかということを、考えて、私たちの価値観、行動を変えていかないといけませんよねと。じゃないと、こう持続できないということが、よく分かったということですよね。で、あと最後ですか、こう未知の分からないものに対する不安から来る差別や偏見ですね。やっぱり知らないものとか分からないものに対して、人はやっぱり不安に思ったり、こう恐怖心を持ったりするので、そこから偏見とか差別というものが生まれます。で そういうことがないように、不安とかを取り除くために、やっぱり透明性とか説明責任っていうのは非常に重要だというふうに思います。で包摂性のある、誰一人取り残されない社会をどういうふうに作っていくのか、作っていかなきゃいけないということですね。であともう一つ、世界の動きということで、脱炭素社会ですね。で、
10月でしたか、菅首相が2050年までに炭素排出実質ゼロにしましょうということで宣言されましたが、今世界では世界の国や地域では続々とですね、2050年までに脱炭素実質排出ゼロにしようということを宣言し始めています。で、まあ、これは IPCC のレポートの中、2014年に出された第5次報告書の中身をちょっと抜粋したんですけど、まあ、気候変動によって引き起こされるリスクが非常に大きいということですよね。で、まあ、2015年にはパリ協定ができて、産業革命以前に比べて 1.5 度未満にしないと、もうこれ持続できないということですね。なので、それがかなり科学的にも明らかなので、まあ、2050年までに何とかしようというふうに世界がこう動いているということになります。じゃあこの SDGs 持続可能な開発目標というものをどういうふうに達成していけばいいのかというところで、まあ、重要になってくるのが、これ ESD っていうふうに書きましたけど、持続可能な開発のための教育ですね。で、この SDGs が書かれている2030アジェンダのテーマは、我々の世界を変革するです。これ変革するとか言ったり、こういうふうに世界が大変ですよっていうのを知ったりしても、行動を変えないとこれ何もならない。行動しないとその目標を達成することはできませんよね。でも行動するのってすごく大変なこと、エネルギーがいることだと思います。で、今までやってなかったことをやるっていう、その変革に向けて何が必要か、でそこで教育が非常に今重要になってくるということです。でこの持続可能な開発のための教育というのは、2002年のヨハネスブルクの国連の会議でですね、日本政府がこういった教育が必要なんじゃないかということを提案して、2005年から ESD の10年ということで、2014年まで国連でも推進をしてきたものです。でもちろん今も ESD というものが重要、特に SDGs が出てきて以降ですね、この教育っていうものが重要だということで、改めて ESD をやりましょうということが盛んに言われるようになってきていますが、この ESD の実践に必要な視点ということで、人格の発達や自立心、判断力、責任感などの人間性を育むこと、他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、関わりつながりを尊重できる個人を育むことというのが、必要な視点というふうにされています。 ESD というと、今まではその環境教育であるとか国際理解教育の中の一つのものとして捉えられがちだったんですが、ESD っていうのは、それも含めてよりもっと広い観点から捉える必要があって、環境や平和、人権などさまざまな課題解決に取り組むという、実際にやるっていうことですね。それをベースにしつつ、いろんな、いわゆる国際教育、国際理解教育とか、開発教育とか環境教育とか、いろんな教育、なんとか教育ってありますけど、そういう、個別の分野にとどまらずに、この環境、社会、経済の各側面から、学際的かつ総合的に取り組むことが重要だというふうに言われています。なので、もう本当全部っていうので、かなり幅広くて、じゃあ何からやっていけばいいのかわからないっていうふうに逆になるかもしれないですけど、この後それはパネルディスカッションで聞いていきたいと思いますけど、とにかくそのいろんな視点を教育の中に入れていかないといけないと、そういうことが非常に重要であるというふうに ESD では言われています。でこの ESD をやっていくときに、工夫したい視点ということで、5つ書いてきました。で誰一人取り残さないということをどのように実感するか、
ということですね。これ自分ごとに、下に、環境社会経済の課題を自分ごとにするっていうふうに書きましたけど、まあ、それと、まあ、ほぼイコールなんですけど、 SDGs の基本的な理念である誰一人取り残さないということをどれだけ実感を持って自分のものにできるかということが、非常に重要 でそれをどういうふうにこう実感するか、あるいはしてもらうかっていうところが多分工夫しないといけないところかなと。で、一個人や組織にとどまらず多様な、他者と協力が必要なものです。〇〇教育っていうのを全部含みますよっていうふうな話をしましたけど、その今まで自分たちがこう関心の持っていた分野以外のところにもこう関心を持って、しかも協力をしていくっていうことがまあ必要になってきますが、これどうするのか、どうやって、どんな工夫で協力をしていくのかっていうことをまあ考えないといけないかなと。で、変化し続ける環境に柔軟に対応することを意識する。もう今コロナの影響でガラッと環境って変わるんだなっていうことを私たちは実感していますけど、こういった変化に柔軟に対応するっていうことが、持続可能な社会 を作っていくことに非常にこう重要になると。で、その柔軟に対応できる、そういった、まあ、人をどう育てるのかというか、まあ、自分自身がそうなるのかっていうことを含めてこう意識をしていく必要があると。そう意識するさせる工夫どうしたらいいのかっていうことを考えないといけないと。あと、全ての人が互いにエデュケートするって書きましたけど、エデュケーション、まあ、教育、エデュケーションの、語源ですね。外へ引っ張って伸ばすっていう、語源があるそうで、これ互いに、教える教えられるという関係ではなくて、両方が外へ引っ張って伸ばし合うっていうことが、非常にこの ESD のをやっていく中で、重要だと思いますが、でもこれ工夫が多分その引っ張り合う伸ばし合うためには必要だと思いますので、このあたりが、工夫したい視点だなというふうに思います。はい、これで、私からのお話は以上になります。ありがとうございました。はい、はい、有坂さんどうもありがとうございました。ね、ちょっと私最後のこれがエデュケイト、外に引っ張って伸ばすという、ちょっとなんか最後にジーンときましたはい、ですね、はい、では今からですね、まあ、質疑応答ということで予定をしていたんですけれども、コメントは YouTube の方にはまだ、はい、ちょっと届いてないみたいなんですけれども、まあ、この後、まだ3時まで時間ありますので、あのこと聞いておきたかったなということがありましたらですね、書き込んでおいていただけたらなと思います。はい。ではですね、今から、5分間、休憩を取りたいと思います。コーヒー、お茶、お手洗い、はい、ちょっと5分間ゆっくりしていただいて、どうしましょうかね、1時45分から、第2部、北海道地球広場案内を、開始したいと思います。はい、それでは一旦こちらで、切らせていただきます。休憩に入ってください。
皆さんこんにちは。地球案内人の田中はじめと申します。私は JICA 青年海外協力隊として2006年から2008年までの2年間中央アジアのウズベキスタンという国で活動してきました。はい、はい、皆さん一息つけましたでしょうか。はい、ではですね、今日のプログラムの、第2部に行きたいと思います。第2部はですね、北海道地球広場のご紹介というふうになります。いろんな展示物、掲示物、お話ですねありますので、ぜひ楽しんで、ご参加ください。はい、では田中さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。地球案内人の田中はじめと申します。私は JICA 青年海外協力隊として2006年から2008年までの2年間、中央アジアのウズベキスタンという国で活動してきました。で、今日はそのウズベキスタンの民族衣装を着てご案内いたします。はい、さて、こちらは、北海道地球広場の A ゾーンになります。世界を知るがテーマです。こちらは世界を6つの地域に分けて、いろいろな視点から世界と日本のつながりをご覧いただくスペースです。それでは早速、ウズベキスタンのある東アジア、中央アジアエリアにご案内いたします。どうぞ。中央アジアの5つの国、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンはユーラシア大陸の中央部に位置しています。古来シルクロードを通じて人と物の往来が盛んに行われてきた地域です。1991年のソ連崩壊後、それぞれ独立を果たし国づくりに尽力してきました。この地域は農業や牧畜業、工業などが盛んで、石油やこちら天然ガス、ウラン、レアメタルなど豊富な天然資源に恵まれています。資源やエネルギーのほとんどを外国からの輸入に頼らざるを得ない日本としては、中央アジアとの関係はとても重要です。もちろん地球市民としての私たちは、資源の枯渇が訪れることを念頭に持続可能な社会を作っていくことを考えなければいけないというのは言うまでもありません。さて、ウズベキスタンの民族衣装を見てみましょう。こちらはチョポンという男性用の着物になります。お祝いの席などで、その日の主役が来ます。今日は残念ながら私は主役ではないんですけども、その日の主役が着ることになっています。こちらはドゥッピという帽子です。皆さん
ウズベキスタンの有名なお土産って何だと思いますか？なんとおじいさんの人形ボボイチャという人形なんですよね。でこのボブイちゃんもあの帽子あのをかぶっています。ルッピーをかぶっています。はい。であのこちらの帽子はつばがついていないのが特徴なんですが、どんな理由からか皆さんお分かりになりますでしょうか。じゃあ皆さん、ちょっとここで、クイズです。YouTube のコメント欄に書き込んでみてください。じゃあちょっと皆さんの反応を見たいと思いますが、ちょっとだけ時間を取りたいと思いますが、じゃあヒント出しますね。はい。あ、じゃあちょっとここでヒントを出したいと思います。ウズベキスタンはイスラム教の信者ムスリムが多い国です。さてなんかイメージできますでしょうか。難しいかな。どなたか一人でも書いてくれると嬉しいんですが残念ながら難しいですかね。じゃあ答え言っちゃいましょうかね。はい。はい。はい。自信がなくてもぜひ書いてみてください。あのここはあの間違えてなんぼの世界なので。はい。ヒントは、ね、イスラム教ですね。そうです、イスラム教。もう一声言ったらどうですか、イスラム教の。そうですね、あのイスラム教のお祈りに関係しています。お祈りの仕方がね、イメージできると分かりますよね。はい。イスラム教のお祈りって見たことないかな。見たことない。はい、じゃ あ, あの答えを、はい、すいません言っちゃいます。あのイスラム教の、お祈りの際は額を床につけます。あの座って行うんですけども、額を床につける動作があります。そこで、こういったつばのない、まあ、邪魔にならない帽子をかぶっています。はい。でここでちょっとあのウズベキスタンと、日本とのつながりについて一つご紹介したいと思います。すいません今来てました、チャットで。お祈りでつばが邪魔にならないため、はい、あの、はい、はい、答えていただいた方大正解です。ありがとうございました。はい、ハットとかっていうのもです。あ、はい、ですね。はい、ありがとう。あ、どんどんです。どんどん、どんどん今お祈りがあるから。はい、はい、じゃあ、 あのすいません、時間差であのご回答いただきましたが、皆さんありがとうございました。大正解です。はい。じゃあちょっと改めてあのウズベキスタン と日本とのつながりについて一つあのご紹介したいと思います。ウズベキスタンの首都タシケントにはナボイ劇場というオペラ劇場がとあります。こちらは、終戦後ソ連によって、連れて行かれた、日本人抑留者ですね。皆さん日本人抑留者、シベリア抑留という言葉が有名だと思うんですが、まあ、日本人抑留者が強制労働の一つとして、その建設に携わった建物になります。1966年にこのウズベキスタンで大地震がと起こったんですけれども、その際に、約3万6000戸の、住宅あと公共建築物がと倒壊しました。でその際にもこのナボイ劇場は、崩れ落ちずにしっかりと、残っていたそうです。こちらは日本人の勤勉さ、また技術力の高さを示す例えとして今でも現地で語り継がれています。そのような日本人の先達がいらしたおかげでウズベキスタンには親日家が多く、私の活動もたくさんの方に応援していただきました。余談なのですが、厚生労働省のホームページに、日本人抑留者の名簿が掲載されていまして、なんと私と同姓同名の田中はじめさんがウズベキスタンの病院で亡くなったということが記されています。田中はじめさんがどのような状況で亡くなったのかは、伺い知れませんが、私がウズベキスタンに派遣されたのはご縁だったと勝手ながら思っています。日本人抑留者のお話は、私が好きな作家山崎豊子さん、
山崎豊子さんの不毛地帯で、詳しく書かれていますので、ご興味のある方ぜひ、お読みになってみてください。はい、話を元に戻しまして、ウズベキスタンの方々が、日本にですね、非常に好印象を、抱いているのと同様に、私たち日本人もウズベキスタン、また中央アジアに、興味関心を持つことで、両国両地域がさらに近い存在になってくれることを、青年海外協力隊の、経験者としては切に願っています。ではここからはまた別の視点で世界を見ていきましょう。ではこちらご案内いたします。こちらです。じゃあこちらをちょっと全体をまず映していただきたいんですが、はい、今度は数字で見る世界です。ここに書かれている数字はそれぞれ今世界で起こっているさまざまな問題を表しています。これらの数字が一体どんな問題を表しているのか予想してみてください。 40% 8億3600万人とこちら移動いたしますが、2度、310万人。例えばこの310万人は何の数字だと皆さん思われますか？ヒントはこのパネルの中にあります。はい、この写真、黒い肌の子どもたちがたくさんいる写真です。何か開発途上国の子どもたちにまつわる数字なのでしょうか？その答えが、北海道地球広場の B ゾーンにあります。皆さんをご案内いたします。こちらが北海道地球広場 B ゾーンになります。はい、この数字310万人というのは栄養不良が原因で亡くなる世界の子どもたちの、1年間に亡くなる子どもたちの数値になります。ただこちらは2013年の数値で、2018年には約240万人まで減らすことができています。現在5歳未満で亡くなる子どもの人数は532万人なのですが、そのうちの 45% が栄養不良で命を落としていて、その割合は2013年度と変わっていません。今も栄養不良で命を落とす子どもたちがたくさんいるということです。こちらアフリカの砂漠、サハラ砂漠より南の地域では、こちらは、大人も含めた数値になりますが、4人に1人が栄養不良に陥っています。またこちらアジア、私たちが住んでいるアジアにも、多くの方が栄養不良に苦しんでいるということが表されています。私たちはたまたま日本に暮らすことができて、幸運なのかもしれませんが、だからといってこれらの現実から目を背けても良いものでしょうか。こちらはとある先進国の人が、1日に摂取するカロリー量を表した、食事です。ちょっと開けてみます。ハンバーガーに串カツ、フライドポテト、いかにもカロリーが多そうな、食事です。それではこちらはとある開発途上国の、1人1日あたりの食事になります。カロリー量を表しています。はい、なんとパン1つです。ご覧になってみていかがでしょうか。なおかつちょっと私たちのことを振り返ってみましょう。日本では毎年2550万トンもの食料廃棄物が出されていて、そのうちまだ食べられるのに廃棄される食品、
いわゆる食品ロスは612万トンに上ります。これは世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量の 1.6 倍に相当します。非常に残念なことです。ちなみに今年ノーベル平和賞を受賞した方もしくは団体を皆さんご存知でしょうか。ちゃんと覚えてますでしょうか。はい、そうですね、世界食糧計画 WFP です。こちらの展示でも、WFP の、学校給食プログラムを取り上げていますが、今回、こちらの展示を私が取り上げた理由、この WFP がノーベル平和賞を受賞したこの年だからこそ、ぜひ皆さんにまた自分自身もこちらの食料飢餓について考えてみてもらいたいと思ってこちらを紹介いたしました。はい、でこちらの北海道地球広場 B ゾーンですが、この飢餓以外にも他のテーマが展示されています。でこちらはですね、さまざまな世界的規模の課題グローバルイシューが紹介されていまして、それらはすべて SDGs に掲げた目標に取り組む足がかりとなるものになります。ちょっと、少しご紹介したいと思いますが、こちらは気候変動に関する展示と、ちょっと遠いですが、こちらは安全な水とトイレに関する展示、そしてはい、こちらは産業と技術革新についての展示、こちらは教育に関する展示、こちらは健康と福祉に関する展示になっています。はい、SDGs のお話につきましては先ほど有坂さんよりお話しいただきましたが、ちょっと改めましてちょっとご紹介しますと、こちらは世界各国が一丸となって17つの目標に取り組み、2030年までに達成するというのが SDGs になります。それでは皆さん、現在の日本の達成度は、いかがなものかとご存知でしょうか。ランキングの対象となっている166の国のうち、2020年の日本の達成度は何位だったか、有坂さんのお話覚えていますか。有坂さんのお話出てましたかね。はい、これ復習です。じゃあ皆さんちょっと書き込んでみてください。166の国のうち何位だったでしょうか。ちょっと司会の吉村先生にも伺いながら、はい、はい、ちょっと今ね、お待ちしてるところです。はい、多分きっと書いてくださるんじゃないかなと期待して待ってます。はい、ちなみに先ほど出てましたか、数字何位なのかっていう話は出てましたかなじゃあちょっと待ちます。はい、じゃあ166カ国中、はい、日本は何位かということですよね。そうです。はい、もう数字です。もう数字を打ち込んでもらって、はい、もうね、あともしくは、はい、何位くらいで行うの、正確な数値は求めませんので、有坂さんのお話にはない。あ、なかった。じゃあ皆さん書き込みいかがでしょうか。まだ届いてません。外れてなんぼなのではい、続々と、じゃあちょっと読み上げてもらっていい。はい、はい、はい、ですね、30位くらいでしょうか。30位くらい、はい、っていうご意見とかね、ご回答と、はい、ですね、ズバリ121位。あ、かなり低いですね。はい、あ、また来ました。はい、また届きました。80位くらい。おお、なんかあれですね。どんどん来ました、どんどん来ました。はい、ありがとうございます。はい、ですね、17位。お、17位、17位、他は、もっともっと欲しいですね。
あ、今のところですよ、はい、ご回答いただいたのは30位くらいでしょうか、はい、っていう方と121位、はい、それから80位くらい、はい、どんどん、はいはい、下がっていって、はい、で17位、あ、17位、はい、なるほど、はい、なんて、ね、お答えいただいております、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、あ、待って待って待って、はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、もう次行って。じゃあ、はい。じゃあ皆さんに回答をご紹介いたします。日本は17位。はい。そうですね。ありがとうございます。最後の方、大正解でした。ありがとうございます。じゃあ、こちらのボードをですね、差し込んでみたいと思います。はい。パッとつきましたが、これはですね、日本の、各目標に対する達成状況を表しています。緑がこちら達成している教育、産業、技術革新、平和と公正なのですが、黄色、はい、こちらの黄色ですね。黄色はとまだまだ、黄色がもう少しですね。達成までもう少し。で、オレンジがとまだまだ努力が必要。オレンジですね。オレンジ。はい。で、赤が全然ダメなんです。なんと、まあ、全然ダメが 1,2,3,4,5 5つもとあります。こうして、まあ、可視化してみると、まあ、日本もたくさんの課題があることがと伺います。ちなみに、日本はですね、2020年は17位だったんですけども、2019年、2018年は15位、2017年は11位だったんです。どん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 下がってきています。で、これはちょっと私的な意見なんですけども、この順位は先進国にとっては、まあ、利己的な人と利他的な人の割合の指標だ と個人的には思っています。他人をどれだけ思いやれているのかがこの数字に表れているのではないでしょうか。北海道では SDGs の推進のために SDGs 北海道メジャーグループプロジェクトという取り組みが今年から始まっています。昨日ちょうど全体グループミーティングがありまして、障害者、女性、ユース、企業など9グループの活動報告がありました。ぜひこの17位という、まあ、順位ですね、まあ、せめて元の11位に戻すためにも、皆さんにも興味を持って、関わっていただけると嬉しいです。さて、北海道地球広場には私と同じ地球案内人が、全員で4名います。アフリカや中南米の体験談やSDGs の他のテーマに応じたお話もしておりますので、ぜひ北海道地球広場ホームページからお申し込みください。皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。はい、田中さん、ありがとうございました。皆さん、いかがだったでしょうか、ね、いろんなこう展示があったり、ね、田中さんの経験、体験談があったりだとか、ね、楽しく聞けたんじゃないかなと思います。それからですね、今チャットにご参加くださった皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございました。実はですね、私もこう緊張しながら今やっているものですから、とてもですね、ありがたいです。救われますね。で、今日もちょっと外も寒いんです。今日寒いですけれど、ね、チャットで私たち温まってる感じですよね。そうですね。はい、ということでですね、とってもありがたいです。全然遠慮なくですね、楽しく打ち込んでいただけたらなと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではですね、この後なんですけれども、第3部の始まりをですね、2時15分からというふうにしたいと思います。で、第3部は今日のいよいよもう最後、第3部、なんですかね、パネルトークということで、4名のパネリストの方をお迎えしてですね、お話を展開していくということになりますので、ちょっと、2時15分までお休みください。はい、ではよろしくお願いします。
はい、皆さんお帰りなさい。休憩はちゃんと取れましたでしょうか。はい、それではですね、本日の最後のプログラムとなります。第3部、最後のプログラムにつきましてはパネルトークということでですね、4名のパネリストの方をお迎えしまして、テーマが SDGs ×教育、これからの学校教育に求められることとはというテーマで、お話を展開していきます。はい、まず最初にですね、私の方から、4名のパネリストの方をご紹介したいと思います。はい、向かって、左側の方からご紹介いたします。はい、生活協同組合コープ札幌組織本部環境フードバンクグループ長、北海道 SDGs 推進プラットフォーム事務局、鈴木明則さんです。よろしくお願いします。はい、コープ札幌鈴木です。本日よろしくお願いいたします。はい、続きましてお隣です。北海道教育庁学校教育局義務教育課主査、田中智則さんです。はい、北海道教育委員会の田中です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、お隣です。札幌信用高等学校教諭熊谷沙織さんです。札幌信用高等学校の熊谷です。よろしくお願いします。はい、お隣です。石狩市立石狩八幡小学校教諭田中浩二さんです。よろしくお願いします。はい、そしてですね、この進行役を務めていただきますのは、第1部でお話をしていただきました、RCE 北海道道央圏協議会の事務局長の、有坂美希さんです。はい、よろしくお願いします。では有坂さん、はいはい、進行をどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、なんかちょっと緊張感ありますかね。大丈夫ですかね。なんか柔らかくできればいこうかなと。実は今日3人田中さんがいるってことに皆さんお気づきでしょうか。はい、はい、実は今日田中さんの日でした。はい、では早速なんですが、コープ札幌の鈴木さんから、お一人ずつですね、5分程度、取り組みの紹介をしていただいて、その後ですね、ちょっと軽くトークセッションしていきたいなというふうに思います。それでは鈴木さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ私の方から、コープ札幌と、内側事務局しております北海道推進プラットフォームのことについて、簡単にお話したいと思います。でちょっと失礼しますね。次お願いします。私のパワーポイントは、はい、次お願いします。簡単にコープ札幌の説明なんですけれども、ここの発信会場の JICA 北海道のすぐそばにあるルーシー店、一番大きい店舗なんですけれども、そういった店舗事業、あと宅配届くですね、そういう2大事業がございます。他にも共済事業等を行っている生協で、組合員さんの数は181万人。これ、都道府県レベルでは一番大きい生協になっております。数字の方はご確認ください。次お願いします。で、コープ札幌、社会貢献活動、非常に力を入れてるんですけれども、この理由なんですが、1990年代後半に実質的にコープ札幌というのは、多角化経営が失敗して、実質的に経営破綻をしました。で、この時に、組合員さんがやっぱり北海道から生協をなくしてはいけないということで、支えていただいた経緯がございます。その時に、経営を立て直して、一旦の目処がついたと考えたのが2008年になっておりまして、このご恩返しを、社会貢献活動を通じて、北海道に対してご恩返しをするというふうに、決意いたしました。これが12年前になります。で、最初に、SDGs でも関係の深い環境活動ですね、リサイクル等の事業を行うとともに、以後もそれぞれの時々の、社会課題に応じた問題を、事業を通して解決するということを行ってまいりました。次お願いします。で、まあ、ソーシャルビジネスということはありますけれども、まあ、世の中いろんな問題が顕在化している。
まあ、それらに対していろんな団体が連携することで問題解決、それを事業を通して行うっていうのがソーシャルビジネスで、コープ札幌はそういった手法を用いて、北海道へのご恩返しっていうのをしてまいりました。次お願いします。というように2008年から、さまざまなソーシャルビジネスを展開していったんですけれども、一方で SDGs のゴールの17番にもありますように、まあ、単独だけではなくてパートナーシップで、特にコープ札幌は川上の生産者さん、川下の組合員さんというところの真ん中に位置していって、そのサプライチェーンを通して、何か訴えかけていくというところの役割が担えるのではないかということで、SDGs も単独でできることはもちろん連携して推進したいというふうに考えております。で、具体的にここに17団体、コープ札幌も含めて17団体、本当にいろんな業界の皆さんにお集まりいただいたプラットフォームっていうのを2019年に作りました。本当にすでにうちとお取引のあるメーカーさんであったり、行政であったりマスコミであったりで、通常はね、今までは接点のなかったこれアレフさんとかね、びっくりドンキのアレフさん、今まで接点がなくても SDGs を通じて一緒に北海道でおいて何かできないのかということで集まった、そういったプラットフォームを作りました。で、実際に何をやってるかっていうと、まず何か教育ですよね。これも大人の教育になるかとは思うんですけれども、具体的に SDGs 大切だけど何していいか分からないというのがまだ実情です。なので、まあ昨年ですとプラスチック問題や気候変動問題をテーマにして第一線の先生をお呼びをして、またプラットフォームのメンバーの中で先進的な事例を、まあ、共有することで具体的行動につなげていきたい、そういった SDGs の研究会というのを開催しております。次お願いします。で、連携事業になるんですけれども、これ今年度具体的な事例として、まあ、昨年度プラスチック問題について学習をした、具体的な行動として、今年度これ札幌市さんと花王さんとうちの連携事業なんですけれども、花王さんとうちで物流の納品のところの改善をしたと。で、そこで経費を削減できたので、それをハンドソープの提供ということで札幌市内の小学校さんに提供した、これも意味がありまして、やはり今感染症を拡大しております。こういった時に大事なのがやはり正しい手洗いの知識であったり、そういったことを啓蒙したいという思いが花王さんも平君もございました。そこでハンドソープの提供という形で物だけではなくて正しい手洗いの実施というところで、行動に移ってまいります。これからも具体的な行動を続けてまいりたいと思います。簡単ですが、私の説明以上になります。はい、ありがとうございました。続きまして、北海道教育委員会の田中さんより、取り組みのご紹介をお願いいたします。はい、北海道教育委員会の田中です。今回は SDGs と教育というテーマですので、私の方からは学校教育と SDGs の関係についてお話をさせていただきます。新しい学習指導要領が今年度から小学校で全面実施されておりますが、今回の学習指導要領では学習指導要領の理念を家庭や地域社会と広く共有するために新たにですね、全文というものを設けております。で、その中でですね、これからの学校には一人一人の児童生徒が持続可能な社会の作り手となることができるようにすることということが明記されております。したがって各学校においては目の前の子どもたちが将来ですね、大人になった時に持続可能な社会の作り手となることを見据えて求められる必要な資質能力を育成していくということが求められているところです。で、具体的に学習指導要領で SDGs がどのように位置づいているかということで見ていくと、教育課程編成の基本的な方針を示した、まあ、総則の中ではですね、スライドこの前ですね、はい、すいません道徳教育の進める上での留意事項としまして、まあ、持続可能な社会の実現に努める観点から道徳教育を進めるにあたっては、まあ、3行目ですね、社会の形成者として、
その下ですね、他国を尊重し、国際平和の、国際社会の平和と発展や、環境の保全に貢献し、未来を開く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう、特に留意するということが記載されております。でこれはですね、まあ、SDGs の達成に向けて、主体的な、まあ、行動につながると、この土台となる、まあ、道徳的な信条だとか、実践意欲、態度を育成しようということになります。続きまして、あの小学校の家庭科ではですね、5、6年生で、消費生活環境という内容で、持続可能な社会の構築の、に向けてですね、身近な、消費生活と環境を考え工夫する活動を行ったり、中学校の社会科では、まあ公民的分野でですね、3年生最後の単元でより良い社会を目指してということで、持続可能な社会を形成するという SDGs の視点から、例えば福祉や、教育、環境などの、地球規模の課題を捉えて、より良い社会を築くために、課題解決に向けて、まあ、考えていくというような学習活動が位置づけられております。このようにですね、あの持続可能な社会の実現ということがですね、今回の学習指導要領のキーワードともなっております。で次、あの文部科学省におきましても、以前からですね、持続可能な開発のための教育 ESD ですね、先ほどの有坂さんからも説明ありましたけども、この ESD の、推進というものを推奨しております。でこの ESD につきましては、ここに書いてあります通り、持続可能な社会づくりの担い手を育む教育、ということになります。で道内でも、まあ、総合的な学習の時間などにおいて、例えば環境、国際理解、防災、など、SDGs の目標にもあるテーマを設定して取り組みが進められておりますので、こうした取り組みがまさに、ESD と言えるのではないかと考えております。で最後に、あの SDGs に関わる北海道と道教委の取り組みとしまして、あの道の生活環境部では、北海道全体が少子高齢化や、人口減少社会を迎える中で、環境、経済、社会に配慮した、持続可能な社会を築いていくためには、地域コミュニティを牽引する若い人材の力が必要不可欠ということで、我々道教委と連携しまして、来年度から、道内の小学校5年生を対象に SDGs の視点を、活用した環境教育を行う、フロンティアキッズ育成事業というものを、実施することとしております。次ですね、はい、具体的な、最後のページになりますが、具体的な内容としましては、主にですね、総合的な学習の時間で取り組みを進めていくんですけども、まあ、ステップ1から3までありまして、まあ、ステップ1ではまず学ぶということですね。北海道 SDGs 人材バンクからですね、講師を、招いて、SDGs の知識を深めるということですね。でステップ2では、持続可能な地域づくりの、視点から自分たちの身の回りの地域ですね、地域の自然や街並みについて調査をして、でこうした、自然や街並みを、未来に残していくための方策を考えて、未来地図というものに、まとめて、で、未来地図を完成させます。で最後にですね、共有するということで、まあ、地域の方々、や他の学年の子どもたちにですね、できた未来地図を紹介して意見交換をしたり、同じ指定校の、小学校年1回ですね、集まって全道交流会を実施して、取り組み成果を交流したりと、こういった取り組みを行い、最後にですね、 SDGs の目標の達成のために、自分にできることを報告文にまとめて、今後の生活に生かすと、このような、学習プログラムを、作成しまして、現在、全道の小学校に、実践校を募集しているところです。道教委としましては、今後とも、まあ、学習指導要領の理念であります、持続可能な社会の作り手を育成する、教育の実現に向けてですね、各学校を支援してまいりたいなと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、札幌信用高校の熊谷さんよりご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。
私高校教師なんですけれども、実は現役の、青年海外協力隊単位でもあります。ちょっと現場から、離れてですね、絶賛勉強中なんですけれども、まあ、そんな私が、やっている取り組みというのを今日はご紹介したいと思います。まずですね、SDGs 高校ということで、実は夏からですねオンライン上で、まずは先生たちが、しっかり学ぶということで、SDGs の17項目について、オンライン上で学習を、しています。で夏はですね1086名の、先生が日本各地から、このオンライン研修に参加して、いました。で、私も夏参加したんですけれども、この今回の冬は、コロナのせいで帰国しているということもあって、プレゼンターとして、参加させていただきました。で中身としては、まず学校教員が1名、そして民間から1名、さらにその専門家ですね、17項目に関わる専門家の方に、1人来ていただいて、いろいろな学びを深め合うということを実際にやっております。先生たち正直何から教えていいか何を教えていいかわからないというところがやはりあると思いますので、まずはしっかり先生がきちんと学んで、それを学校教育に還元していくっていうことが、まあ、必要なんではないかなというふうに考えております。で実際私は17番のパートナーシップという項目を担当させていただいたんですけれども、実際派遣されたブラジルから見る移民国家ですね、移民国家のブラジルから見るパートナーシップ、そして日系社会というところから見るパートナーシップということでお話をさせていただきました。すごくこう国際交流とか大きい話になりがちだと思うんですけれども、やっぱりパートナーシップは教室だったり普段の人間関係からできるものなんじゃないかなというふうに考えていますので、SDGs すごくハードル高いかなと思うんですけれども、ともすればすべて生活につながっていると思いますので、そういう視点も振り返りながら子どもたちと一緒に勉強していきたいなというふうに思っております。で最後に、まあ、実際ですね、信用高校でやっている実践を一つ紹介させていただきたいと思います。先生だけでやるのは結構もう難しいと思いますので、信用高校では積極的に外部の方とですねコラボレーションしながら授業を作っています。で SDGs というふうになると結構社会の先生だけが頑張ればいいみたいな感じになってしまうんですけれども、国語表現という授業と SDGs を掛け合わせてですね、日進堂の、ですね、方に来ていただきまして、授業を行いました。でこれはどういう授業だったかっていうとですね、次のスライドいますかね、名詞のキャッチフレーズを自分で考えるというのが、まあ、国語の授業の延長になります。で実際作ったその名詞の素材が、バナナペーパーであったりとか、まあ、いろいろな北海道産の小麦の藁を混ぜたものだったりとか、環境に優しい素材を使ったものを使用しました。で生徒たちは、どんな素材を使うかっていうのを自分たちで、選んでですね、自分のキャッチフレーズをつけてというふうに、名刺を作りました。で実際その名刺を持って、インターンに行くっていうことを行ったんですけれども、まあ、その名刺の素材、自分が選んだ名刺の素材を通してですね、環境に優しいってどういうことなんだろうっていうことを、勉強する機会にもなりました。で実際に、出来上がった名刺がこちらなんですけれども、特に私が気に入ったのが次の2枚になりまして、まあ、バナナペーパーと小麦の藁を混ぜたものなんですけれども、キャッチフレーズもすごくいいなと思いました。今はこれくらいしかできないけどっていうのが何か高校生っぽくてすごくいいなと思いましたし、相手を笑顔にできる人へっていうのはすごく思いやりにあふれた言葉だなというふうに感じています。なので何でもSDGs につながると思いますので、普段先生たちがやられている授業に少しエッセンスを入れるといいのではないかなというふうに思います。以上になります。はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、石狩八幡小学校の田中さんより、活動をご紹介いただきたいと思います。はい、自分からは自身が所属している北海道開発教育ネットワーク、まあ、通称 Dネットというんですけれどもの活動についてと、あと自身が勤務している石狩市立石狩八幡小学校での実践について紹介させていただきます。はい、次のスライド出していただいて大丈夫です。でまずはですね、北海道開発教育ネットワークでの実践から紹介させていただきます。
本団体では JICA からのですね、JICA さんからの支援をいただきまして、3つの活動を柱として取り組んでいます。今日は特にその中で一番最後にある出前授業研修会の実践について紹介させていただきます。昨年度は約40件の学校及び団体さんにお邪魔して出前授業や研修会を開催いたしました。ただ今年度に関してはコロナウイルスの影響もありまして、昨年ほどの活動はできていないんですけれども、その中から1個例を紹介させていただきます。先月11月にですね、斜里町立知床ウトロ学校という義務教育学校さんからオファーをいただきまして、実際に出前授業とあと講義をさせていただきました。この学校は小中一貫校ですので、1年生から8年生中学校3年生まで継続したカリキュラムが作られているんですけれども、その中の総合的な学習の時間で小学校3年生から中学校3年生まで SDGs をテーマにした学習を積み重ねています。その中で今回身近な問題を取り上げた授業をということでオファーがありまして、コンビニから見える SDGs と題しまして、プラスチックごみについて考える、削減について考える授業をさせていただき、その後学校の先生方とともに本団体のスーパーバイザーを務めていただいている大津和子先生に講師となっていただき、今後学校で実践していくために必要なことであったり、あるいは子どもたちにどういった学びを残していったらいいかなどの議論勉強をさせていただきました。次お願いします。続いてですね、自身が所属する石狩八幡小学校の実践について紹介させていただきます。私が勤める学校は今年度統合、児童数の減少により統合することになり、新たに教育課程を作るという機会をいただきました。そこで、本校の特色ある教育の一つとして挙げているふるさと教育というものがあります。それに SDGs の視点を盛り込んだカリキュラム作りを進めていこうということで、取り組んでおります。次お願いします。特に総合的な学習の時間をそのふるさと教育の要として実践を進めています。ふるさと探検隊と題しまして、各学年で SDGs と絡めながら学習を重ねています。3年生は石狩の郷土料理ということで、実際に石狩鍋を作るという活動の中で、作物を育てたり、あるいは鮭をさばいてみたりとかですね、あるいはその鮭の生態や育つ川の環境、石狩川の環境等の学習を進めています。続いて4年生は、今年度その統合、2校を統合した関係で非常に校区が広くなりましたので、子どもたち、まだ地域について詳しく知らない箇所があるということですので、これも SDGs の視点を盛り込みながら改めて地域探検を行うことで、ふるさとの良さに気づき、あるいはこれからのふるさとについて考える学習を行っております。5年生はさらにちょっと視野を広げまして、学校そばにある石狩浜の環境問題について学習を進めています。非常に美しい、浜なんですけれども、ちょっと目を横に移すと、やはりゴミの問題であったり、あるいは海浜植物が減少しているなどの環境の問題に触れ、子どもたちは SDGs を通して課題意識を持って調査を進めておりました。また同じく石狩湾には大きな港がありまして、そこに企業が大変多く誘致されています。その企業さんも SDGs の達成に向けた取り組みを非常に推し進めているので、そういった企業さんからも お話を聞く中で学習を深めています。6年生は、ふるさとということで、5年生までは大変自分の身近な足元について SDGs と絡めながら学習を進めてきたんですけれども、最終学年ということでさらに視野を広げて学習を進めています。アイヌの歴史といったそういった時間軸ですとか、あるいは
JICA の地球広場を訪れて、空間的な広がりを見せる、そういった学習を進めています。そういった学習したことを学習発表会で保護者や全児童に発信をしました。でそういった継続的な学習を進めるのにやはり必要になってくるのがこの全体計画かと思います。左側の図は先ほど田中主査からもありましたけれども、各教科がその総合的な学習とどのように絡んでいるのか、あるいは SDGs どの視点でそれらの学習が進められているのかというのを図にしたもので、こういったものを先生方で研修し共有することで同じ方向性を向いて、授業を積み重ねていっています。またでそういった授業の積み重ねをですね、キャリアパスポートに、まとめていくことで、引き継いでいます。 SDGs まとめるシートというものに整理してファイリングし、どのような学習をしてきたのか、そして自分の学年でどのような学習を積み重ねたかというのを残していっています。でこれらの学習はさらに中学校への接続も考えて、積み重ねています。本校の校区にある石狩中学校ではすでに SDGs をテーマとした学習が進められており、そこと小学校の学習が接続することで小中連携して系統的に学びを深めていくというカリキュラムの制作にあたっています。以上で私からの説明は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。今日は一応パネルトークのテーマがですね、 SDGs かける教育でこれからの学校教育に求められることとはということになってまして、でお聞きの皆さん、ぜひ質問等あればチャット欄に書き込んでいただければ、この後質疑応答でお答えしていきたいと思いますので、ぜひいろいろ書いていただければと思います。はい、で今皆さんからその学校教現場と別の社会とのつながりみたいな話を、鈴木さんの方からしていただいて、あと、義務教育ですね、小中高でどんなことがされているのか、また高校で、どういったことがされているのかという取り組みの紹介をしていただきましたけど、それぞれにですねちょっとずつ質問をさせていただきたいと思います。皆さん緊張されてます？大丈夫ですかねなんか学校教育とか言うとちょっと固めに聞こえちゃうので、余計に固くなりがちな感じかもしれないですけど楽しくやっていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。であとまず鈴木さんの方にですね、はい、最後に学校との連携の話出てきたかなとご紹介していただきましたけど、はい、他にもし学校現場とのなんか連携の取り組みの話とかがあったら、はい、教えていただけますか？はい、ちょっと今年はコロナで開催はできなかったんですけれども、例年食べる大切フェスティバルっていうのは全道各地の会場で行っています。はい、札幌だと津ドームとかで開催をして、数万人単位でこうの食を学ぶ、そういった環境的な食のイベントをするんですけれども、そこのブース出店で結構高校さんからも出展していただいている大通高校であったりとか、他のいろんな高校出展していただいているというのはあります。あとは事業を通じたところだと、うちは江別にそのリサイクルセンターがあるんですね。全土の資源回収をしてもらって江別に集まるんですが、そこのエコセンターの見学を江別市内の小学校、多分江別小学校二十数校あるのかなと思うんですけども、ほとんどがうちのエコセンター見に来て資源回収した後のことを学ぶということを受け入れをしています。あとは事業のところだと、学校ではないんですけれども、ここのすぐそばのルーシー店であったり、札幌市川沿いのソシア店はキッチンスタジオがあるんですね。はい、そこで子ども向けの料理教室を開いて食育をして、食品ロスとかを調理を通じて学ぶということをして、子どもへのそういった SDGs 教育ということを事業を通して支援しております。なるほど、そういう場を作ったり、はい、連携をこう促進するような取り組みを、皆さんに紹介する場を提供しているみたいなこともやられているし、ね、伝えられているってこともされているんですね。はい、ありがとうございます。田中さんがお二人いるのでややこしいとか言ったらいけない教育長の田中さんの方に、はい、
北海道の中でこれ、はい、今一生懸命こう SDGs やりましょうねっていうことをこう広げられていると、はい、実践校募集してますとかっていう話されてましたけど、はい、実際ですね、田中さんの肌感覚でもいいんですけど、道内のそのいわゆる小中学校でどれくらい SDGs の取り組みが広がっているかという感じを教えていただけますか。分かりました。SDGs に関しては、道内の小学校中学校で使われている教科書にも載ってるので、載ってるので、子どもたちは実際に SDGs っていう言葉は知ってると思うんですよね、はい、ただ、それを、組織的に、やってるかっていうとまだまだ課題があるのかなというふうに思ってますね。ただ、大事なのは、先ほど話したようにですね、学習指導要領の理念である、持続可能な社会の担い手ですね、作り手となる子どもたちを育てるために学校として、どんな資質能力を育成していくのかっていうことを先生方で共有して、みんなで各学年でですね、共通の目標を持って指導していくっていうことがとっても大事なのかなと思います。でこの SDGs というのは、そういった指導計画を作っていく際の、視点の一つですね、となり得るのではないのかなと考えております。で先ほど石狩の八幡小学校さんの、発表の中で、本当に学校全体で取り組まれているって話を聞いて、素晴らしいなっていうふうに思ったんですけども、あのように、SDGs を視点としてですね、総合的な学習の時間を中心に各教科でどんな学習があるのかということを、整理すると非常に先生方も分かりやすくてですね、取り組みやすいのではないのかなというふうに思って、見ていたところです。はい、ありがとうございます。ちょっと今のに絡んでちょっと熊谷さん飛んじゃいますけど、田中先生、はい、実際にやるの大変じゃないですか。なんかさっきのスライドめちゃくちゃ字がこういっぱい書いてあって、あれを整理されるとっていう今、田中さんから、教育長田中さんからお話しされてましたけど、実際やっぱりやるとなると大変じゃないかなと思うんですけど。そうですね、実際にやるとなった場合に、学校現場でやっぱ教育課程がありますので、その教育課程をまずきちっと、図でも紹介したように編成することは、まず必要なことではあると思います。そしてそれは確かに労力がすごいかかることなので大変ではあるんですけど、大変ではあるんですけど、あれは作れば作れるので、やっぱりそこからいかに、先ほどからもちょっと話題になってましたけど、先生方にそれを意識していただいたり、あるいは知っていただいて、そして例えばどの教科にもそれが実は入っているっていうことであったりだとか、あるいは総合でその身近なことと実はすごく結びつけやすいんだっていうことを知ってもらうっていうところで、こういかにこうハードルを下げていくかっていうところがポイントになってくるので、先ほどSDGs 高校で先生方に知っていただくような取り組みもありましたけど、本校でも研修を持ってまず先生方に知っていただく。でもそうするとやっぱり最近は CM とかでもよく見かけたりもするし、街歩いてたらふと工事現場の目隠しの壁に、うちの建設現場では SDGs 達成目指してこんなことしてます書いてあったりとか、あるいはコープ札幌さんの、この間先生が持ってきてたんですけど、コープ札幌さんの箸、お手元ちょっと割り箸、あれに SDGs のマークがついて間伐材使ってますとかっていうのがあって、先生それ持ってきてくれたりっていうふうに、職員室でもそういう SDGs が話題になっていくので、そうすると先生方もよし、じゃあ私もやってみようかな、あるいは子どもからそれを聞いて、あ、子どもはこんなことしてたよなんていう職員室での話題が増えてくると、だんだんこう実践意欲というか、実践してみようかなっていうような雰囲気にもつながってきているのかなというふうに思います。コンプさん、そんな割り箸にもロゴを入れたりされてるんですか。私やったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。ここに本人があれ、あれもね、ロゴ使うのってルールがいろいろあってね、単色でやるかとかで、だから黒一色なんですよ。あれ私やりました。はい、ちゃんと効果を今子供がこれ見よがしに持ってきてくれました。あ、先生これあるよって理事長に伝えときます。いや嬉しいですよね。そういうのでやった甲斐があるっていう。いや、ありがとうございます。今の話に関連して熊谷さんにお聞きしたいんですけど、先生が意識的にっていう話出てましたけど、はい、でまず先生たちから
その学ばないといけないというお話でしたけど、うん、実際先生って、まあ、私聞くところによるとですけど、むちゃくちゃ忙しいっていうのも、うん、現状かなと思うんですけど、その中でどうやって先生たちがこれをこう SDGs について学んでいけばいいのかっていう、なんか経験談なり、その熊谷さんのお考えをちょっと聞かせていただけますか。はい、そうですね、確かにもう先生たち本当に忙しくて時間ないと思うんですけど、まあ、今のこの YouTube の配信もそうだと思うんですけど、コロナで結構オンライン研修が非常に増えたので、情報を取りに行きたい先生たちのハードルっていうのは実はすごく下がってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、参加できるようにすごくこう SDGs 高校も夜8時からスタートなんですけど、8時から、だいたい9時ぐらいまでみたいな感じで、仕事が終わってから1時間でも2時間でもで、オンラインのズーム使ってる会議なんですけれども、耳だけ参加っていうのもできたりするので、まあ、ラジオ感覚で、聞いてもらうってことが、そこからまあこういろんなこう情報を仕入れて自分たちの授業に還元していく、子どもたちに還元していくっていうことが、まあ、できるのではないかなっていうふうに思いますので、オンラインはすごく有効なんじゃないかなというふうに思います。そうですね。ラジオ感覚っていうのいいですね。はい、なんか非人権に聞こうと思うと大変だけど、ね、ちょっとまあ聞いとこうかなっていう感覚でできるっていうのは、はい、忙しい先生たちには。なんか良さそうな、はい、でも8時から9時大変だなと思ったけど、はい、時間が、ね、なんかでもそういったやりくりとか、まあ、方法っていうのを工夫しながらできることが結構あるっていうことですかね、はい、そうです。はい、ありがとうございます。もしパネリストの皆さんでこのことを聞いてみたいとかっていうことがあればぜひ、いかがですか、なんかお互いに。コープ札幌さんでは、はい、実際にこの市内の、まあ小学校に行って、なんか出前授業やったり、はい、取り組みなんかこう紹介したり、講話的な活動はやったりしてるんですか。ローカルにはやってますね。私も 1,2 年くらい前に石狩の小学校の方に環境授業行ってます。で、やっぱりね、小学生に授業するのって難しいんですよ、民間からすると。その組合員のね、お母さん方に話をするのと、やっぱり全然難易度が違って、準備もネタは同じでもやっぱり表現も変えないといけないし大変で、やっぱり民間の立場として SDGs 推進学校とするときに大事なのは、我々が学校でどういうことを習っているのかっていうのがわからないんですよ。で、実際に我々って SDGs 非ネイティブなんですよ。で、今の子どもたちっていうのは SDGs ネイティブになっていて、そこのギャップって多分あると思うんですよね。で、教育に期待するところとしては、やっぱり子どもたちが学べば、やっぱり親御さんもやっぱりつられて、お母さん知らないのっていうわけにはいかないので、じゃあゴミの分別もちゃんとやらないといけないんだっていうのは、大人ってなかなか変わらないけれども、子どもからいやそれを変だねってなったら変わるじゃないですか。そういうのをやっぱり教育の現場に期待はしています。一方で、じゃあ子どもたち学校で何どう習ってるのか、教科書どういうものがあるのかっていうのが、もっと民間の方に伝わると、民間の側も教育機関に対するそのサポートの仕方がイメージしやすくなるのかなっていう。そうですね、今やっぱりコロナでカリキュラムが変わったのかどうか分かんないんですけど、本当に今年度 SDGs の授業が学校で行われてるかどうかっていうのはちょっと分からなくて、多分行われてるよみたいな形で組合さんには説明をするんですが、そこがもうちょっと見える化されてるといいかなというふうに思います。はい、今やはり学習指導要領も変わってですね、社会との連携協働っていうのは非常に強く求められていて、要するに今学校の教育活動を充実させるために、地域社会の地域の人材をですね、積極的にこう授業に入ってもらってですね、教育活動を充実させていこうとやってます。で、まあ、コロナ禍にあっても、まあ、SDGs は子どもたち学習してますので、まあ、コロナが落ち着いたらぜひですね、学校に入ってってですね、支えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、うちもプラットフォームありますんでね、はい、このネタだったらここがいいんじゃないかっていうようなお手伝いができたらいいなというふうに考えております。ありがとうございます。
そういった調整というかつなぎ役、学校 と、その社会というかいろんな、まあ、関係者のつなぎ役をその同教育長でもしてるっていうことなんですかね。そう、直接的にはしてないんですけど、そうですね、あの人材活用、まあ、学校が地域の、うん、まあ、企業さんに直接お願いして来てもらったりっていうことはやってると思う、はい、我々がこうコーディネートしてっていうところまで行ってないんですけども、はい、まあ、市町村教育委員会がですね、はいはい、あのちょっと仲介して学校に派遣するっていうようなことは、まあ、各市町村で工夫してやってると思うんですけども、多分 それぞれの学校さんであのやってみたいけどどこにアクセスしていいか分かんないみたいなことってあると思うんですよね。で、はいはい、あの多分身近なのが、あの教育所さんかなと思ったので、はい、なんかそういう問い合わせとかあるんじゃないかなと、かなんかちょっと想像ですけど、そういうのって あったりするんですか。そう、うん、大体市町村教育委員会にそういう問い合わせが学校から行くのかなと思うんですね。で、まあ、市町村教育委員会で分からないとこあったら、まあ、我々のところに来たりしますけども、はいはい、その辺のこうパイプをもっとこう強くしていく、はい、していくことも大事かなと今思いました。はい、そうですね。なんかそれぞれがちゃんとつながってれば、はい、どこにアクセスしてもじゃあこっちにっていうのが言いやすくなりそうですよね。その点なんか学校現場とかはなんかこういうふうにあるといいなっていうのはあります。うん、具体的に進めるにあたって、そうですね、まあ、今のお話で言うと、まあ、僕が勤務している石狩市では、先ほどちょっとスライドであの各企業さんの訪問について紹介させていただいたんですけど、あれらの企業は石狩市の教育委員会さんの方からこういう施設ではこういう見学できますよというような資料はいただいて、うん、まあ、その後のコンタクトはこちらで取らせていただいているんですけど、まあ、そういった紹介もしていただきつつ、まあ、ただその SDGs という視点を持ってっていうところでいくと、まあ、学校もそうだし教育委員会さんもそうですし、これからさらにちょっと何ですかね、研修というか理解というか深めつつ、その視点を持ってどんなところができるかっていう、こう掘り下げていくんですか、見学先だったりとか学習材を掘り下げていく作業は共にやっていく必要があるのかなというふうに思います。ありがとうございます。高校とかでもなんか、まあ、今、石狩市の例としては小中のこう連結みたいな話ありましたけど、高大連携っていう話もあるじゃないですか、はい、その辺とかってなんか、まあ、信用高校でなのか、実際にその高校の先生されててやられてることとかってあったりするんですか。うん、そうですね、まあ、校内連携っていうことで言うとですね、ちょっとそこに絞って話すのは少し難しいかなと思うんですけど、うん、今のお話聞いててすごい思ったのが、結構やっぱり信用高校自由なので、はい、外部とのこうつながりっていうのもすごくこう自由にできるんですよね。で、私がまあ協力隊になった関係でこの JICA 北海道にも何度も来たりとかっていうのがあるんですけど、うん、結構やっぱその先生とか学校の個人とか個人レベルというかつながりレベルで今一生懸命こうなんとかこう外の人に学校教育に入ってもらってっていうのをまあお願いしていて、まあコープさんなんかはあの学校と協定を結んでいただいてるんですけども、今のお話聞いてて確かにその学校とか先生単位で何か頑張るんじゃなくって、こう何か一本つながるものがあるとすごくこうもっとどんどん広がっていくのかなっていうのは聞いていてすごく感じました。そうですよね。なんかまあ、コープさんがやられてることとかはまさになんかその辺のつなぎ役とか、まあ、うちもそうなんですけどね、実はね、あるし北海道道県協議会もいろんなステークホルダーの関係者の人が入っていてつなぎ役ではあるんですけど、なんかそういうね、プラットフォーム的なものがいくつか実は北海道内にあって、ESD 活動推進地方センター、ごめんなさい、正式な名前がわからないんですけど、環境省が設置している、環境省と文科省が設置しているセンターであるとか、その ESD に関わるプラットフォームとか、つなぎ役っていうのは実は結構あるので、それをこうもっと私たちも使ってくださいっていうことを発信していかないといけないなと自分も思いました。なんかその辺なんか鈴木さん工夫されてることとかありますか、そのプラットフォームとして。多分プラットフォームいろいろ用途にあって、うん、複数存在してもいいと思うんですよね、うん、で、まあ、うちは事業者なので、うん、事業者のための SDGs 推進という、うん、立ち位置です。
なのであの SDGs 研究会も、世の中の SDGs のセミナーっていっぱいありますけれども、じゃあ行政系が主催をするとやっぱり そっちの広範なネタになって、それはそれでいいんですけれども、それを事業者が聞くと、じゃあ我が社でどうしたらいいんだろうって言った時に、すぐにちょっと参考にしづらいっていう現状があります。なので本当に事業者による、事業者が SDGs 推進するためのプラットフォームという、うちは位置づけになっていて、で学校連携で、多分民間で学校と連携したいっていうのは結構よくある話なんだけれども、じゃあどうアプローチしたらいいのかが分かんないじゃん。じゃああそこの校長に会えばいいのかっていうところが分かんなかったりとか、あとじゃあ学校に行っても上の指示を仰がないといけないというところでボトムアップがされないということもあります。でうちのプラットフォームは、メンバーに札幌市さんは入ってるんですよ、で札幌市 の SDGs 推進のところとすごく太いパイプがあるので、じゃあ小学校に何かをしたいっていう取り組みを花王さんが提案した時に、まあ、うち事務局でそれを受けて、札幌市に同じメンバーで委員があるので、市の札幌市 その SDGs の部局から教育委員会に調整してくれるんですよ、でなかなかね、個別の企業が教育委員会とかと調整しようとすると難しいかもしれないです。あの LINE を使った方が早いんで、なのですぐ何でも進むんですよね。うちの取り組みで、じゃあ平和の活動で平和の絵本を学校に配りたいんだってなった時も、教育委員会に調整するんじゃなくて、まず SDGs の札幌市の部局のところに話を持っていって、じゃあ教育委員会側でどこの学校に配ったりか、あれもなんかいろんなバランスがあって、ここに配りたいんだってなってもなんかいろいろあるらしくて、そういうのじゃ全部あの市の方で調整してくれれば、うちは物を用意して贈呈式はいつですねっていうことをやればすんなりいくので、まあ、そういったところが今は札幌さんとはできているので、一方であのね、やっぱり北海道全体というところでは、その札幌市以外のところ の、あのパイプ作りっていうのをしていかないといけないのかなというところで、もちろんうちも道庁さんとは太いラインがあるので、あの今後そういった輪を広げる役割があるのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ちょっともう3時になってしまったので、最後にあの皆さんからですね、一言ずつその学校教育においてその SDGs を進めていくためのなんかポイントなり、まあ、あのお考えになっていることをあの一言ずついただければと思うんですが、反対から聞きますかね。用意してなかったですか、大丈夫です、はい、じゃあすいません、あの田中さんお願いします。はい、まあ、自分の経験からしかお話はできないんですけど、今回その自身の学校で SDGs を取り入れていくっていう作業をした時に感じたのは、非常にあの実は取り入れやすいものであるということをすごく感じました。というのは、ゼロから教育課程を作っていく必要があるわけではなくて、今自分の学校で取り組んでいることを SDGs という視点を持つことによって、それが整理されたり、あるいは上の学校主と接続ができたりとかっていう形で、非常にあの有効なコンテンツだなというふうに思いますので、ぜひなんかそういったところにこう先生方もこう感じ取っていただいて、チャレンジしていただけると、こうさらに広がりを見せていくのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では続いては熊谷さん、お願いします。はい、私はまだあの協力隊の任期中なんですけども、まあ、協力隊に参加して、学んだことを、まあ、子どもたちにあの伝えていきたいなっていうのが一つと、まあ、やっぱりあまりハードルを上げすぎないで、いろんなところに SDGs のエッセンスっていうのは入っていくと思いますので、いろんな方の民間だったり行政だったり、いろんな方の力を借りながらですね、SDGs の、達成に向けて何か微力ながら貢献できればいいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では、田中さん、お願いします。はい、まあ、各学校で、まあ、SDGs を推進するためのポイントとしては、子どもたちが SDGs を自分ごととして捉えてですね、考えて、まあ、行動に移していけるようにするっていうことがですね、ポイントになってくるのかなと思います。そのために、まあ、身近な教材を使ったりですね、地域の人材を活用したりっていうところで、より一層教育活動を充実していくことが、求められているのかなと考えております。ありがとうございます。では最後に鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、今の子どもたちはすごいと思います。話をしてもやっぱりすごく考えてるなというふうに思いますんで、我々大人も負けないように頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございます。それではちょっとここからですね、質問等コメントなどあればご紹介いただきたいんですが、吉村さん、はい、バトンタッチしてもいいですか。はい、はいはい、パネリストの皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。有坂さんも、はい、ですね、ご感想ですね、質問というよりもですね、このような感想をいただいております。学校と社会、はじめまして、学校と社会のつながりはまだまだ個人の人脈に委ねられているのが現状です。何らかのコーディネーター機能があるといいですね、というそういうご感想もいただいております。はい、それからですね、RC の有坂さんの講演会を来月予定しています。あ、SDGs に限らず学校と連携したい企業、企業と連携したい学校をつないでくれる機能があればありがたいです、と、はい、ということでですね、ご感想をいただいております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、私すいません、失礼します。では、いいですか。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、ではここで第3部は終了ということで、はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。今日は日曜日の午後ということですね、ご参加いただきましてどうもありがとうございました。改めましてですね、今日はパネリストの皆さん、講師の方、をお迎えしての実施というふうになりましたので、改めまして感謝申し上げます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、時間になりました。予定時間ちょっと過ぎておりますけれども、最後ですね、私の方から2点、ご連絡をさせていただきたいと思います。はい、1点目ですけれども、はい、今、画面に映っているかなと思いますが、ですね、JICA 北海道の国際理解教育支援メニュー、開発教育支援事業という画面が今映っていると思いますが、主に、学校教育機関ですね、または団体様で、活用していただける、メニューが7点、今映っていると思いますですね。はい、このような支援メニューをご用意しておりますので、学校でまたは企業さんで、団体で、ね、こんなことを行ってみたいということがありましたらですね、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。はい、中でもですね、今7つあったうちのですね、中でも、一押しが、国際理解教育出前講座というものです。これはですね、主に学校から申し込みが多いんですけれども、青年海外協力隊の OB/OG が、学校に出向いて、で体験談をお話をするということなんですね。はい、ということでちょっと内容、対象、実施日などはそこに書いてある通りなんですけれども、今なんと、今年度ですとですね、お試しキャンペーン中ということでして、費用がですね、無料になります。費用は今年度中は JICA の方で負担しておりますので、お金はかかりませんので、ぜひこの機会をお見逃しなくですね、お申し込みいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして2つ目、連絡2つ目になりますが、アンケートのお願いです。先ほどの YouTube の下の方を見ていっていただきますと、URL を貼っておりますので、そちらの方から入っていただきまして、本日のこのセミナーの、アンケートご感想を書いていただけたらと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、すいません、2つと言いましたけれどもです、はい、すいません、本当に最後になります。この
国際理解教育セミナー全3回なんですが、今日が2回目です。で、最終回はですね、来年の2月20日を予定しております。はい、来年2月20日の内容はですね、SDGs の実践編ということで、今日入門編だったんですね。なので、今度はですね、実際に学校で教室で、あ、これ使えるっていうようなワークショップの紹介ですとか、それから教材の紹介、そういうものを予定しておりますので、またぜひですね、皆さん参加していただけたらと思います。はい、ちょっと12月も中旬になって、明日ぐらいからかなりまた寒くなって雪が降ってくるということでですけれども、それからね、コロナのもうちょっと厳しい状況が続いておりますけれども、どうぞお体を大事にしてお過ごしください。はい、次回が2月ですので、ちょっと来年になってしまいますので、はい、では皆さんちょっと早いですけれども、良いお年をお迎えくださいということで、はい、今日はどうもありがとうございました。ではこれにて失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。